集中式冷房装置は、鉄道車両の冷房装置の設置方式の一つで、冷房装置本体を屋根状もしくは床下、室内に設置し、天井裏に設けられたダクトを介して、冷風を噴出するタイプである。集中式冷房装置を搭載した頭部5万50、系、車体中央に大型の機器が搭載される。屋根状に設置された冷房装置。 冷房装置を床置きした例。写真手前側の車タン部の床上に機器が搭載される集中式を採用した冷房車の車内冷房装置を屋根状に設置する方式、床下に設置する方式、床上に設置する方式がある。車体中央部の屋根状に設置する方式が多い。冷風の吹き出し方法はスリットディスチャージ方式とスポット方式がある。 電源は車両に設置された電動発電機や静止系インバータから給電される方式がほとんどである。冷房装置を一箇所に集約できるため、分散式、集約分散式などの多方式と比較して、機器の偽装がしやすく、部品点数も最小限となるため保持も容易となる。また、屋根上投影面積を小さくできる。このため、 分散式冷房装置を搭載する特急系電車、急行系電車でもパンタグラフ搭載車両のみは集中式冷房装置を搭載した例が少なからず存在する。また、冷房装置本体に換気機能を備えることでベンチレーターを廃止する場合は雨水などの侵入を引き起こしやすい屋根状の通風口がなくなるため車体腐食やこれによる保守費の増大を抑制でき、 また屋根状の機器配置が整理できる。機器が集約されることにより保守点検が容易なことも特徴の一つである。床下に置いた場合は設置位置が低くなるので重心を下げることができるとともに地上からの保守点検が可能である。床上に置いた場合は車内からの保守点検が可能である。一方で一箇所から車内全体に冷風を行き渡らせるため、 天井全体にダクトを設置する必要があり、ダクトの断面積が大きくなるほか、冷房機器が故障した場合はその車両で冷房が使えなくなるなどの端緒がある。また、非冷房車を屋根状設置の集中式で冷房改造する場合は、他の方式と比較して重い冷房機器が屋根状に搭載されるため、車体構造全般について大規模な補強を施すか、将来の設置を見越して、 車体を設計しておく必要がある。床上に置く場合は、蒸気の他に、騒音源となる冷房装置が客室と近接する、冷房装置設置スペースが定員源につながるといった端緒もある。屋根状設置方式は、日本国有鉄道の AU71、AU72、AU75、AU720 等が代表的で、屋根状中央に1機の大型ユニットが搭載され、 冷凍能力は36000から42000キロカロリー H で1 1 3系、1 0 3系で施行されたのを、川切りに国鉄の近郊系、通勤系電車や一部の機動車で採用された。JR カゴも e 2 3 1系、8 1 3系などで採用されている。特に JR 東日本で新規製作された通勤系電車では、一貫して この集中式の冷房装置を採用している。機動車でもキハ183系やキハ66.67型で採用されたが、その後は冷房装置を屋根状に乗せるタイプの機関直結式冷房装置や床下に装備する独立機関式冷房装置が普及している。JR 北海道キハ283系、機動車などでは補機電源の発電機に 機関駆動の低速回転油圧モーターを用い自社の冷暖房をまかなう方式が初めて実用化され、また発電機駆動用低速回転装置を用いたサービス電源を冷房電源として用いる方法も普及しつつある。床下設置方式は重心の低下を目的として採用した381、軽電車や新幹線車両など、または 車体断面に一杯を寝台空間として利用するため、床下設置とした二重軽脚車などの例がある。床上設置方式は床下及び屋根状のいずれも、冷房装置を乗せるスペースがない車両や、冷房化改造の際に、ベース車の車体強度や改造コストの関係で、屋根状設置が難しい車両などで見られ、前車は箱根登山鉄道に0軽電車で、後舎は JR 発足直後に、 西日本旅客鉄道の105系や九州旅客鉄道の421系、423系電車の冷房改造や東急7000系電車の上渡車両で見られる。14系、24系寝台客車の車単屋上に2機搭載された装置も集中式であるが、このような方式は電車では一般に集約分散式のうちのセミ集中式とみなす場合が多い。 なお、JR 以外の鉄道事業者では、西武鉄道、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、東京地下鉄、東京都交通局など、関東地区での採用例が多い。また、集約分散式冷房装置を主に採用していた、小田急電鉄、東武鉄道、京成電鉄、東京急行電鉄、名古屋鉄道でも、2000年頃からの一般通勤用、 新規設計車両については、集中式冷房装置が採用されている。また、九州の西日本鉄道でも3000型ではそれまでの、集約分散式に代わり、集中式が採用されている。ただし、有料特急用車両については、JR 東日本なども含めて、集約分散式や床下集中式を採用している、場合が多い。ありがとうございます。